DJI のねショールームちょっと今見てきましたけども、なかなかねやっぱ今もうドローンがだいぶ民生に降りてきてるっていうか、いいものになってました。結構ね飛ばせるところは限られてしまうんですけど、スパークっていうやつと、マビックっていうのが2つちょっと見てきたんですけど、どっちもね携帯するのにはすごいコンパクトな形で気軽にこうドローンに入っていけそうな感じではあったんですけど、でもどっちもね 300g 以上なんで、どうしても都内ではねなかなか飛ばせないんですけど、申請なしにはバイクとねやっぱりちょっと相性がいいと思うんで、リュックの中にね入れといて、目的地着いたら峠のところとかね飛ばしてみるとかっていうのも面白そうですし、なかなかねちょっといいんじゃないかなって思いましたね。スパークがね結構コンパクトで、どっちかというと価格もお求めやすいというか、まあその HD 画質には対応してるんですけど 30fps なんですよねコマがね。でマビックになると60まで対応してて、結構ねその僕の YouTube 投稿のきっかけにもなったねこの 60fps っていうのもあるんで、まあ、そこまで考えるとなるとマビックまで行っちゃった方がいいんじゃないかなみたいな感じで、で水平保つねブレなんかも防止するジンバルが、スパークだと2軸でマビックだと3軸だったりして、結構いろんな動きにもついていけるかなと。ただ価格がねだいたい倍まではいかないんですけど、5万円ぐらいの差がちょっとつくんで、スパーク2台持つのかマビック1台でやるのか、でもねドローンはね1台で十分だと思うんですよね複数なんて制御できるわけないんで、となるとねちょっとでもバッテリーの持ちとかも結構違うみたいなんで、マビックいいんじゃないですかね。まあそんなお金がね無限にあるわけじゃないんで、ちょっと今すぐにはまだ買えないですけどね。どうせ買うならでもあそこまでマビックまでお金貯めて買った方が良かったりするんじゃないのかなと思ったりします。ドローンねいいな、楽しいんだろうなあれあったらな。またよいしょ、いやイチョウがね綺麗に黄色く色づいてて、何気に新宿もね味わい深いですよね。高層ビル群の中でもまあ計画的に樹木は植えられてるんですが、これもまた一つねバイクの風景としていいですよね。それとね携帯ホルダーなんですけど、スマホホルダーなんですけどね、このラムグリップっていうのにしました。これすごいねいいっすよ、非常にね扱いがちょっと緩めて歩ければいろんな角度になるし、
すごく扱いがね楽になりました。今までねこっちのこれあの自転車のやつでも出てるスマホホルダーなんですけど、結構ね動きがこれ制約されちゃうんですよね。まあ全然今まで不足なくねずっとこれ使ってたんですけど、まあ、最近またいいのが出てますね本当に。スマホホルダー一つ取っても、であとはちょっと電源をね、電源をそろそろ増入しないと、もはや仕事ができない状態になるんで、携帯が使えないと。なんか寒さちょっと落ち着きましたよね。先週がなんかやたら寒かったイメージなんですよね。日中はこう晴れてるとねやっぱりまだ暖かい時もあるんで、まあ電熱グローブもねありますし、当分いけるんじゃないかなと思ってますけど、バイクは。あとはインナーですね。でせっかくもう電熱やってるんで、電熱インナーまで揃えちゃえばもう冬は完璧っていう形にはなるんですけどね。やっぱねちょっと奥多摩は行きたいですよね。あとはねちょっと積載関係をね考えないといけませんね。今リュックでねちょっと動いてるんですけど、なかなか、まあ、肩の負担がね結構あるんで、シートバッグかタンクバッグはねちょっとあんまり使い勝手的にどうかなっていうのもあるんですけど、でもまあタンクバッグとシートバッグはちょっと欲しいかな。トップケースねよくつけてたんですけど、仕事で使うバイクにはあれつけちゃうとねスタイリングがもうね丸崩れになっちゃうんで、気軽に取り外せるやっぱシートバッグぐらいの方が良かったりするんですけどね。まあでもそうすると容量がね非常に少なくなってしまうんで、ヘルメットが丸々入るっていうのはねトップケースの利点なんですけどね、あれはあれでいいんですが。そうなんですよね、モバイルのこのアクションカメラのバッテリーとかね、まあそういう細々した小物関係はやっぱりなんかそういうシートバッグみたいなところに入れといて、気軽に取り出せるようにしないと、いちいちリュックからね取り出してるとすごい面倒なんで、まあ、その辺の利便性をちょっと考えたいなと思ってます。こういうね綺麗な路面を走るとガゼンテンションが上がってきますね、このバイクは。タイヤのグリップをね、遺憾なく発揮できるんで、まあ、行動ですからね、そんなに言ってもあれですけど。よーしょ、そろそろ、このバイクもね、789キロもうあと1回ガソリン入れれば鳴らし終了ってとこまで来ましたけど、とりあえずね上は7000回転ぐらいまでは回して見てるんですけどね、それでも十分ね早いんで、この上がまだあんのかっていう感じですけど、
そろそろちょっとそのね、上の回転数も使ってった方がいいかもしれないですね、鳴らしの仕上げとして。ちょっと、まあ、お店の人にもね、最後開けてくださいって言われてるんで、いい頃合いだと思います。2足で引っ張ってみようかな。これでも7000回転なんですよね。さらにこの上でしょ。高速じゃないと出せないよな、これは。そう、あのね、そうだ、この前のツーリングの時に、まあ、あのお仲間にさせていただいたんですけど、あのコミュニティの人たちのところで、サーキットやっぱ話になってですね、サーキット行くなら一緒にっていうこともお話いただいたんですけど、まあそうするとね、例の川つなぎ問題があの出てくるんですがね、え、川つなぎちょっと試しに見てみたんですけどね、めちゃくちゃ金額高いんですよ。ちゃんとしたのになるとやっぱ20万円台はザラでして、いやー、そこまで行くかな、どうだろうな。安いつなぎでもね、やっぱ10万ぐらいするんでね、ちょっとね、そこまで行っちゃうとどうかなっていうのあるんですけど、でもやっぱね、川つなぎなんじゃない、一生もんですからね。そういう意味ではいいのかもしれないですね。ここでね、問題が何個かちょっと出てくるんですけどね、まあ資金的なお話なんですけどね、とりあえずね、ストリートトリプルを諦めたことによって意外にとね、まあ、まあ60万ってちょっと言い過ぎなんですけど、まあでも言い過ぎじゃないか、60万円ぐらいね、実は差額があったんですよ。でもまあそれはね、2、30万ちょっとローン組んじゃおうかなっていうのを考えてたんで、まあ、それをちょっとね、加味したとしてもね、30万円分ぐらいちょっと余力がありまして、とりあえず10万円分ぐらいはね、初期の、部品とかジャケット代に消えてしまったんで、あとね、20万ぐらいは一応余力としてはあるんですよ。そのね、余力を何に使うかですよね。1、先ほども見てきたドローン、2、このバイクのね、一番気になってるところである足回り、3がね、つなぎですよ。これね、結構どうしましょうって感じなんですよ。どれか1個しか、まあ、すぐには選べないですね。その20万円の使い道をどうするか。いやーねー、川つなぎはでもね、レースじゃないか、まあ、走行会サーキットは冬は寒いんじゃないかなと思ってるんですけどね、どうなんでしょう。つなぎね、そこまで本格的になっちゃうかっていうね、突然すぎる気もするんですが、でもサーキットはね、行ってみたいって思ってはいるので、はたまたね、空撮の登竜門、ドローンをね、購入して、
一人で走ってって奥多摩あたりでこうパンと飛ばしてみるとかね、それもちょっと面白いですよね。まあ、あと足回りね、このサスペンション関係を見直すっていうのはかなりいいバイクになりそうなんですよね。今んとこね、そのこのバイクに対するネガはねそれくらいなんですよ。本当に足回りのまあ硬めでちょっとクイックな感じなんでいいはいいんですけどね、それはそれで。でもちょっと長距離のツーリングになると衝撃が結構辛いんでとかね、足回り変えると多分日常的にも感じられることになると思うんで、結構ね恩恵はでかいかなと思うんですよね。まあ多分どれもね同じぐらいの予算はかかってくると思うんで、まあ、どれか一つ選べと言われたらどうしようかなと、そういう感じですね。そうこうしているうちに、次の仕事の目的地に近づきました。ではまた。このね2速でロー RPM アシストを発動させると結構スムーズ、だいたいね16キロとか17キロぐらいでこう巡航じゃないですね、ずっと行けるんで、これでほぼ今日の仕事は回りきったかな。あとは事務所に戻ります。なんか光るのもなんかちょっと気に入ってきちゃったな、グローブが光ってるっていう。なんかサイバーな感じがしていいっすね。まあちょっといろいろとドローンのことやら、S7 派の足回りのことやら、サーキットでの川つなぎのことやらねありますけども、まあそれはおいおいね決めていくっていう感じで。しばらくこう、それもまたね、悩んでいこうかなと思っております。はい、音声がね、結構ちょっと乱れちゃったんで、またアフレコしてみます。なんかドローンやらね、川つなぎやら、いろいろと、やりたいことがまたふつふつと出てきてしまったんですけども、こんな感じでねまたおいおいやったこととかをねこの動画で紹介できればと思っております。それではまたお会いしましょう。